こんにちは、みーです。このチャンネルでは毎週金曜日に紅茶に関する動画をアップしています。気になる紅茶のレビュー動画をたくさん投稿しているので、ぜひチャンネル登録してください。さて、今回はオンザロック方式のアイスティーの入れ方をご紹介します。今回は暑い夏にぴったり、オンザロック方式というすぐ作れて本格的なアイスティーの作り方をご紹介します。意外と簡単で、しかもとっても美味しくできるので、ぜひ試してみてください。まずは知らない方のために、オンザロック方式とはどういったものなのかお話しします。そもそもアイスティーの作り方は大きく分けると2つあります。1つは茶葉を水に浸して長時間冷やしながら抽出する水出し方式、もう一つは熱い紅茶を氷や水で一気に冷やす方法、オンザロック方式やダブルクーリング方式、水差し方式などの作り方がありますが、今回ご紹介するのはこの中でも一番シンプルで簡単なオンザロック方式です。次のチャプターではオンザロック方式のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。アイスティーをオンザロック方式で作るメリットは以下の3点です。1つ目、しっかりお湯で抽出するので本格的な味わいになる。以前ご紹介した水出し方式はタンニンの抽出が抑えられ、渋みが少なくマイルドな味わいになるというのが特徴でしたが、逆に言うと茶葉によっては紅茶本来の美味しさが引き出せないということになります。濃厚なアッサムや爽やかな渋みのダージリン、ディンブラなど、茶葉によってはその渋み自体が美味しさの特徴であったりするので、マイルドな味わいになってしまうと本来の美味しさを味わえない場合もありますよね。その点、オンザロック方式では一度熱いお湯で抽出するので美味しい渋みをそのままにすることができます。香りも水出しに比べて豊かな香りになるので、しっかり風味を楽しむことができます。2つ目、短時間でできるので飲みたい時にすぐ飲める。オンザロック方式のいい点は、なんといってもすぐに作れるということ。水出し方式は茶葉にもよりますが、だいたい8時間から10時間くらい置いておかないといけないため、飲みたいと思った時にすぐに飲めません。しかしオンザロック方式ならすぐに作ることができます。急な来客があった時などにもすぐにお出しできますね。しかも抽出時間もホットで飲む時よりも少し短めにするので、なんならホットティーよりも早く出来上がっちゃうかもしれません。3つ目、1人分から作れる。水出し方式では作り方の特性上、1人分だけ作るというのは難しいのですが、オンザロック方式は1人分からでも作ることができます。ささっと1杯だけ作れるので、1人でのティータイムにもぴったり。もちろんまとめて数杯分作ることもできますよ。このように魅力的なオンザロック方式ですが、こんなデメリットもあります。1つ目、クリームダウンが起こりやすい。クリームダウンとは紅茶が白く濁ってしまう現象のことです。紅茶は冷えたり時間が経過したりすると、紅茶に含まれるカフェインと渋みの元であるタンニンという成分が結合して、このような現象が起こります。温度が緩やかに低下していく際に発生しやすいと言われており、熱い紅茶を氷で冷ますオンザロック方式はこの現象が起こりやすいのです。飲んでも体に害はないのですが、アイスティー特有の清涼感が失われてしまう上に、何より見た目が悪いですよね。でもこの後ご紹介するポイントさえ押さえておけば、綺麗なアイスティーを入れることができるので、クリームダウンを恐れず入れてみてください。2つ目、味の調節が少し難しい。オンザロック方式は通常のホットティーを作るときとお湯の分量や蒸らし時間が異なるため、注意して作らなければいけません。少し分量や時間を間違えると出来上がりにかなり影響するため、アバウトに数時間置いておくだけの水出し方式に比べるとちょっぴり難しいかもしれません。でも作り方は至ってシンプルなので、自分の好みの味にならなければベストな分量や蒸らし時間を見つけましょう。3つ目、大量に作り置きできない。最初にティーポットを使ってお湯で抽出するため、一度に作れる量は少ないです。もちろんオンザロック方式でも大量に作れないことはないですが、大きなティーポットを用意するか何回かに分けて抽出する必要があるため、大人数に出す場合など大量に作るのには向きません。その場合は大きなピッチャーなどで
一度に大量に作り置きできる水出しの方がおすすめです。それではオンザロック方式での入れ方をご紹介しましょう。用意するものは抽出用のティーポット、サーブ用のティーポット、氷、グラス、お好きな茶葉です。砂糖を加えて甘みをつける場合はこの用意が必要ですが、ストレートで作る場合はサーブ用のティーポットなしでも大丈夫です。どちらの場合もグラスに直接熱いお湯を注ぐので、温度差によるひび割れなどに注意しましょう。耐熱性のグラスだと安心ですね。今回私が使用したのは渋みが少なくすっきり甘いルピシアのカエルベッタウィンターフロストです。用意する茶葉はリーフティーでもティーバッグでも構いません。自分の好きな種類の紅茶を用意しましょう。よくタンニンが多いアッサムやウバなどはクリームダウンが起こりやすいので避けた方がいいと言われることもありますが、クリームダウンが起こらないように注意して作れば問題ありません。ちなみにアイスティーはホットティーよりも香りが抑えられるので、香りよりも味重視で茶葉を選ぶのがおすすめです。フレーバーティーの場合はホットで入れた時に香りが強すぎるくらいのものを選ぶとアイスティーでもしっかり香りを楽しめます。もし買ってみたけど香りが強すぎて苦手かもというフレーバーティーがあれば、一度アイスティーで試してみてはいかがでしょうか。ガラッと印象が変わって飲みやすくなりますよ。それでは入れていきます。まずは通常ホットティーを入れる時と同様、事前にポットにお湯を入れて温めておきましょう。こうすることでお湯を入れた時に温度が下がらず、茶葉の成分を効率よく抽出できるので美味しく仕上げることができます。温めるのに使ったお湯は捨てましょう。次にティーポットに茶葉を人数分入れます。リーフティーならティースプーン1杯、ティーバッグなら1袋を1人分として人数分入れます。今回は2人分作るので 5g 量り取っておきました。次にお湯を注いでいきますが、後で氷で薄めることを見越して濃い紅茶を作るため、通常の半分の量にしておきます。通常は1人当たり約150から 160ml なので、その半分の75から 80ml が1人分となります。お湯を入れたら蒸らしていきます。だいたい 2,3 分ですが、ホットティーよりも短めに蒸らすのがポイントです。茶葉によって抽出時間は異なるので、茶葉を買った時にパッケージなどに抽出時間が書いてあれば、その時間よりも少し短めにしてください。今回の煮る切りはホットだと4分抽出するところを3分にしています。抽出できたらサーブ用ティーポットに移し砂糖を加えます。この時通常ホットティーを入れる時に注ぎ切るべきと言われているゴールデンドロップまでは注ぎ切らないのがポイントです。渋みが出すぎてしまうため、最後の方は少しポットに残るくらいにしましょう。甘みをつける場合はここで砂糖を加えます。ちなみに砂糖はタンニンとカフェインの結合を妨げてくれる働きがあるので、クリームダウンが起こりにくくなります。氷をたっぷり入れたグラスに紅茶を注ぎ一気に冷やします。この氷はたっぷり一気に冷やしていくというのがポイントです。ゆっくり温度が下がっていく際にクリームダウンが起こりやすいので、紅茶の温度が一気に下がるように氷はグラスにたっぷり入れましょう。この時熱でグラスが割れてしまわないように、紅茶が氷を伝うようにして注ぎましょう。最後に素早くマドラーで混ぜます。オンザロック方式で入れたアイスティー完成です。クリームダウンも起きずクリアで綺麗な仕上がりになりました。それではいただいてみましょう。フルーティーで甘くすっきりした味わいが美味しいです。透明感もあって見た目にも涼しげで夏にぴったりですね。ちなみに砂糖を加えない時などサーブ用ポットを使わない場合は、氷の入ったグラスに直接熱いお茶を注いで作りましょう。おさらいになりますが、クリームダウンを防ぐポイントは、タンニンの少ない渋みの控えめな紅茶を選ぶ、砂糖を入れる、氷に注ぐときは一気に素早く冷やす、この3点です。このポイントさえ押さえておけばクリームダウンを恐れず綺麗なアイスティーが作れます。ぜひ挑戦してみてください。ということで
オンザロック方式で作る本格アイスティーの入れ方、ご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。オンザロック方式のおすすめのポイントは、しっかりお湯で抽出するので本格的な味わいになる、短時間でできるので飲みたい時にすぐ飲める、一人分から作れる、この3点です。なお、今回ご紹介した方法は日本紅茶協会が発行している紅茶の大辞典という本を参考にしています。しかし、本やネットで調べるといろんな方法があって、茶葉によって抽出時間が変わってきたり、人によっては味の濃い薄いなどの好みがあるので、ここで紹介した数字や手順は一つの基準として考えて、自分好みのアイスティーを作ってみてください。これからの暑い季節、たくさんアイスティーを作って、ぜひ自分がベストだと思えるアイスティーを研究してみてください。ちなみに、もっと手軽にアイスティーを作りたいという方は水出しアイスティーがおすすめです。ぜひこちらの動画も参考にしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違う紅茶を紹介しているので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品もレビューしているので、ぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。